リ RPG。 どうもパパゲリフラでございます。今回はパート1からパート3までの PSO おすすめ RPG 総集編を紹介。 RPG 好きに届けこの思い。それでは行きます。いっしょーちゃー。これをやらずして何をやる。王道中の王道 RPG、 ドラゴンクエスト11。本作は UI 面や操作面に古臭さはあるものの、従来のドラゴンクエストの良さを PS4 に存分に引き継いだ最高傑作だ。ストーリー、戦闘、やり込みなどは王道だからということもあるが、老若男女誰でも分かりやすい内容となっており、まさにベタな RPG。ただそうは言っても今作はやはり11まで出てるということもあってか、ブラッシュアップされた部分がいくつか見受けられたのも確か。特に演出の部分は非常にクオリティが高く、戦闘だけでも多彩な必殺技、連携技などを確認することができた。また今作はボリュームも非常に多く、やり込みだけでなくストーリー自体もとても長く深く遊べるものとなっていた。個人的にはボイスがなかったことが割と残念ではあったが、それ以外は大満足と思えた RPG。国民的 RPG を未だやったことがないあなた、今こそプレイしてみてほしい。懐かしい RPG がやりたい人におすすめといえばこれ、ロストスフィア。このゲームはスーパーファミコン時代に発売されたクロノトリガーや FF6 に似ている作品で、 SF とファンタジーを掛け合わせたようなターン制 RPG だ。ストーリーはもちろん、戦闘や探索などはまさに昔懐かしいあの光景といった感じで、人によっては心躍る世界観となっていた。全てを切り刻む。もちろんだからといってオリジナル要素がないわけではなかった。例えば戦闘部分は FF でおなじみ ATB を採用していたが、今作はそれに付け加え、マシンに乗れたり戦略性に富んだ手堅いバトルを楽しむことができた。天の力を思い知れ。また今作ではフィールドに建造物を建てることにより、バトルや一部エリアに何かしらの影響を与えるといった要素も持っていたため、懐かしい RPG でありながらも今までとはまた違った楽しみを持つことができた。
個人的にはやり込みに少し不満を感じた作品ではあったが、戦闘部分がとても面白かったと思えた作品。グラフィックよりも大事なのは中身。そんな人はやってみて。一人一人の考えを尊重する RPG といえばこれ、テイルズ・オブ・ベルセリア。今作は壮絶な悲劇を受けた主人公ベルベットの復讐劇を描いたゲームで、ストーリーがとにかく魅力的だったアクション RPG だ。ストーリー内容は序盤から非常に暗めで、とにかく救いのない展開が多く用意されてはいたのだが、しかし主人公やその仲間たちの個性がそんな暗い展開をとても面白くしてくれた。また戦闘部分もアクション要素が強めではあったが、誰でもプレイできる難易度設定や爽快感ある戦闘操作にしてあったため、非常に面白く感じた。いいか、明日はいらねえ。今お前を殺すための罪の一手だ。ドラグーンハウリング。個人的にはこちらもロストスフィア同様、やり込み分に少し物足りなさを感じたが、ストーリーと戦闘部分がそれを補うほど神的だと感じた。とりあえずゲームにストーリーを求めている人はマジでおすすめ。刻んで走ろ、リートルペイン。我は何時、何時は我で有名な RPG といえばこれ、ペルソナ5ザ・ロイヤル。今作は東京を舞台に約1年という期間の中、怪盗団である主人公たちと悪党を成敗していくターン制 RPG だ。じゃあな。ストーリー自体は人によっては100時間を優に超えるボリュームとなっており、プレイヤーはそんな中で様々なキャラクターたちと交流を深めたりしながら物語を進めていく。展開的にはこちらもベルセリア同様、暗い展開から始まり、非常に陰鬱とした感じが多かったのだが、ただその中にも熱い展開を数多く用意していたため、成り上がりやダークヒーローものとしては最高の物語となっていた。俺のベルソナ、こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。また戦闘部分も超シンプルかつ分かりやすいショートカットなどがあったりして、非常に親しみやすく、さらにモンスターを刺激するといった楽しみもあったので、戦略性を考えるのはもちろんのこと、爽快感のある面白い RPG となっていた。動かないでもらおう。やってやる。そう攻撃だ。個人的にはストーリー、戦闘、やり込み全てがとても素晴らしいと思えた作品だが、長時間のプレイが無理だと思う人にとっては注意が必要なゲームではあった。とりあえず熱い展開が好きで長時間プレイを好む人はやって損なし。の星は裏切りの罪を負い、十二精神に天を追われる。
その星の名はファイアブリンガー。かつて人に火を与えた邪神。自分の道は自分で決める。そんな RPG がしたい人におすすめといえばこれ、サガスカーレットグレイス。今作は激ムズながらもプレイヤーにとてつもない自由度を用意している、まさにサガなターン制 RPG だ。聖あるものが触れればたちまち消えてしまうの。ガーン、そうなのか。そいつは困ったな。私なら羽をうまく扱えるわ。それじゃ手を組もう。儲けは頭割りでどうだ。特に戦闘での自由度はとてつもないものとなっていて、武器の選択はもちろん、どのキャラクターを仲間にするかなども今作では自由に決めれる楽しさがあった。そしてサガシリーズではおなじみひらめきや連撃システムも今作では搭載されていたため、非常に奥深い戦闘を楽しむこともできた。決める。やったうまくいったよ。ただ今作は戦闘が異常に難しい。序盤から敵が非常に強いのはもちろん、一度のミスがプレイヤーをゲームオーバーへと導くこともあった。無茶したかしら。なのでこのゲームを進めるにはフォーメーション、ジョブバランス、装備強化などをしっかりと調整しなければならないのだ。個人的にはモブみたいなキャラも仲間にできるといったシステムはとても好きだったが、ただ難しすぎるという点からどうしても好き嫌いが分かれる RPG には思えた。一応サガシリーズや死にゲーが好きな人はハマりやすいと思うので、そういったゲームを求めてる人はやってみて。人よ、野望を抱け。Rise and shine, Master Sorcerers. The Cam wants you up on deck. 海外の王道ファンタジーをやりたいならこれがおすすめ。Divinity Original Sin. City's full of undead, hungry and out for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the counselor in. Source in a city like Sysseal, nowhere safe anymore. 今作は殺人事件の真相をつかむため、サイシールと言われる場所を舞台に、二人のソースハンターを操作して、推理と RPG の両方をこなしていくゲームだ。攻略の自由度は高めで、フィールドもオープンワールドで、非常に幅が効いているのが良かった今作だが、ただその分、非常に積みやすいゲームでもあった。序盤のキャラクリを失敗して積むこともあれば、理不尽に殺されることもしばしば。また序盤の 1,2 時間は推理要素が強めのため、割と退屈な部分も強かった。Poor Og, you'll never see her again. Tradition goes that there weren't so many spoiled after the battle. ただ中盤にも入るといろいろなフィールド、ダンジョンに行けるようになるため、その自由度を徐々に実感できるようになっていく。個人的にはシームレスの部分が強いにもかかわらず、戦闘になると単戦になる仕様は UI 面部分でのやりづらさを感じたが、ただ手堅く遊べるゲームとしては非常に良い作品だと感じた。一応今作は協力プレイで遊ぶといった楽しみ方もできるので、一人で RPG が物足りないといった人は割と楽しめる作品かもしれない。
ちなみに、今作にはディビニティ2という続編があるのだが、こちらは、今作同様非常に自由度が高い RPG とはなっていたが、あまりにも日本語訳がひどいので、プレイする際は注意が必要だ。壮大すぎるファンタジー世界を描いた RPG といえばこれ、ドラゴンエイジインクジション。今作は1、2であったテンプル騎士団と魔術師の構想や、1で主役だったグレイウォーデンなどの話をもりもりに盛り込んだ RPG となっており、とにかくボリュームがものすごい作品だ。やり込みやフィールド探索も非常に膨大で、一つ一つの世界が広大なのはもちろん、冒険できる場所もバリエーション豊かとなっており、没入感だけで言えば RPG の中では一番と言っていいほど素晴らしい出来となっていた。特にカスタマイズ部分の要素はとてもやり込めるようになっており、キャラクリから装備カラーの変更、拠点カスタマイズ、ジョブ選択などすべてを自由に変更することができるようになっていた。また戦闘部分も今まで感じたことのない新感覚なものとなっており、シームレスでありながらもシミュレーション RPG のような戦闘を楽しむことができた。個人的には仲間になるキャラクターの個性が強すぎるため、そこで好き嫌いが分かれそうなゲームだとは思ったが、ただそれ以外の部分は非常に素晴らしいと思えた作品。とにかくボリューム重視な人は 100% ハマること間違いなし。サバイバルが大好きな人におすすめしたい RPG といえばこれ、残機ゼロ。今作は何度も生き返れる存在となった8人の主人公たちを操作して無人島の謎を解き明かしていくローグライクな RPG だ。今回はお待ちかね、クローン人間の作り方について説明しちゃうよ。証拠なくっちゃ。それではモニターをご覧ください。人類が求め続けてきた夢、クローン人間、ついにその夢の扉がエクステンドマシンによって開かれる。哀れ瓦礫に潰されたご婦人が一人、命運尽きた彼女の中にあっとペケジキーだ。これぞ人類の英知、クローンの源。ペケジキーをマシンにセット、スコアを貯めたらレッツエクステンド。生まれてたるは幼き少女、熟女から幼女へありし日のご婦人の姿が蘇る。ゲーム性は割と特殊な感じで、キャラの体調や重量を管理するといったサバイバル要素のほか、キャラの寿命管理もしなければならない。また戦闘部分も通常のエンカウント式の単性 RPG とは違い、シームレス式の V 狙いを目的とした戦いとなっていたため、こちらもまた少し特殊な感じがあった。個人的にアイテムを拠点に持ち帰った時の達成感や、死んだ時にメリットを得られるといった感じは、とても死にゲーに近いように感じた。
特殊な要素を満載で好き嫌いが分かれるゲームではあるが、サバイバル特有の緊張感を得たいと思っている人は、いいやってみて。この音は。なんだ。ジブリ絵でファンタジーな世界を冒険できる RPG といえばこれ、二の国2。なんだ、何が起こったんだ。僕はエヴァンドリス・ファン・ニャンダール、この国の王である。今作は二の国とは別の次元から突如現れた大若者ローランと元王子エヴァンが統一国家を目指して奮闘する物語を描いたアクション RPG だ。お前の好きにすればいいさ。俺もいろいろと迷ったが決めたよ。俺はこの世界で生きていく。エヴァン、お前と一緒にな。できることは基本的に王国作りをメインにたくさん用意されており、オリジナル国家を建国できるのはもちろん、王国に欠かせない住民を集めたり、魔法や装備などを作成するといったことも可能で、さらに今作ではそれに加え、大部隊を率いてバトルをするといった、まさに王国感を味わえる要素も用意されていた。ただそうは言っても基本的にお使いのようなやり込みが多いのも事実。人によってはそういった単調さに飽きが来やすいかもしれない。ねえ。また今作は戦闘ががっつりアクションとなっていたため、そういった部分も注意を必要とする。個人的には全体的にもう一踏ん張り欲しいと思えた作品だったが、世界観や王国作りの部分はとても楽しめたゲーム。グラフィックが素敵だと思った人はぜひともプレイしてみて。エヴァン、ガラパゴス RPG の中で一番おすすめしたいゲームといえばこれ、フェアリーフェンサー F。 あなたが今手にしている妖精武器フューリーに宿る命、それが私。ねえ、あなたのお名前は？俺様はファングだ、飯出せ。今作は怠け者の主人公とダブルヒロインを迎え、ループな物語を明るめに描いた端正 RPG だ。あなたが私の枕元に、まさか私の体をもてあそぼうと意識を失わせて連れ込み宿に。だから違うっつろ。けどその様子じゃもう心配なさそうだな。マリサの手当てのおかげだね。キュイキュイキュイ、よかった、あなたも無事でしたのね。でもこの人たちは一体。ストーリー中はガラパゴス RPG ということもあってが、立ち絵画面が多い作品ではあったのだが、ただそうは言ってもループ的な要素があったり、ルート分岐が用意されてあったという点はとても面白かった。だったら探しに出てみるかい？それとも向こうから来てくれるとか？特に今作ではルート分岐によって敵や味方が入れ替わるという展開が非常に面白くできていたと思えた。ザギなの？ザギちゃん、マリアノさんよ。あなたが世界の誰より慕っていた。また戦闘部分も成長要素や演出部分が面白くできていたため、とても満足できた作品となっていた。全力全開！ウェイフェクトエクストラショット。個人的には何度も同じフィールドを探索させられるといった部分には少し不満を感じたが、それ以外はとても没入できた作品。とりあえず
燃えたか12秒に抵抗ない人におすすめ。ということで今回はここまで。ローリングストーンズ。それではまた。